動画ご視聴ありがとうございます。お前のルーティーン興味ないよという方もですね、こちらの動画では腹筋の割り方、ステージに臨む心持ち、ウォーミングアップの様子、舞台裏の臨場感などなどお楽しみいただけると思うので、私の副音声とともに当日の様子ご覧ください。はい、というわけで、11月下旬にですね、開催されましたハートヒートビートツアーファイナルのですね、大阪公演当日の朝の様子です。あ、そろそろ起きるかな、つって。おはようございます。まあね、低血圧なんで寝起きは悪いんですけど、寝坊とかは絶対しないタイプです。一回起きたら、スッと行動できる。もう8時半ぐらいですかね。二度寝すなーつって。まあ言うて、ライブの入り時間は午後なんで、まだまだ時間はあるんですが、まあ起きたらまずはね、歯を磨きますよね。まあしっかりエチケットですから磨いていきましょう。まだちょっと寝ぼけまなこですね。お恥ずかしい。はい、歯を磨きましたと。これ何するか言うたらですね、はい、まずひとまずストレッチをして、僕ね、起きてすぐね、散歩に行くんですよ。この速さで出かけまーす。なんかどんなにめちゃくちゃ忙しい超大企業の CEO とかでも、1日必ず15分以上は運動すると、ゆるいね。というのをなんかで見てから散歩するようにほぼ毎日してますが、この日は雨でした。というわけで速攻帰ってきましたね。うん、ちょっとコンビニに寄って、速攻帰ってきしまいました。ああ、ちょっとテンション上がった。そんでですね、腹筋をします。このね、アクトレさんというチャンネルのこの、もう10分もない腹筋のメニューの動画なんですけど、こうやって動画に合わせてやると、すごいいいですよ。すぐ終わるし、でも結構きついんです。で、後で腹筋見せるんですけど、これと食事制限と緩い腹筋で割と割れるんで、あ、シャワーをね、浴びましょうね。まあやっぱね、運動するとね、その日一日、やっぱだるくなりづらくなりましたね。もともと僕不摂生だったんで、ドラム以外で運動し、あんましなかったんですけど、やっぱジム行ったり、運動してからはいい感じで。で、プロテインを食すと。飲む食すと。これで甘いものちょっと控えるっていうぐらいで、それなりに腹筋割れるんですよ、これ。僕すごい甘党なんですけどね。まあ、こんぐらいは割れるようになりましたわ。皆さんもぜひやってみてください。まあ、まだちょっと体脂肪高いんで、もっと絞りたいんですけど。で、まだまだね、午後の入りまで時間あるんで、こうやって、動画の編集作業をね、したりして過ごすことが多いですわ。言うとる間に、そろそろ出る時間かなっていう感じで。行きましょうか。会場に向かいます。ねえ、この日あいにくの雨だったんですよ。ファイナルなのに。お客さんがね、来るの大変だろうね、なんか話しながら会場に向かっております。大阪ラブやで、つってね。うん。まだこの時はそんなに緊張してないかな、まださすがに。僕すっごい上がり症なんですけど。さあ、会場に着きました。おはようございます。もうスタッフさんがね、トナカイの帽子をかぶってくれてて、和気あいあいとした素晴らしいチームでございます。いつもありがとうございます。さあ、会場に着いて、そうなんですよ、体温をね、もちろん測ります。どの会場でも今はそうですね。体温をまず測り、もう本当良かったことにね、この全11公演1回も皆さん体調を崩すことなく無事終えられたので、まずそれが良かったなと。楽屋に入りまして、まあ、無類のコーヒー好きチームでございますので、もうすでにね、着いたらコーヒーが入れてあるという。で、もうすぐクリスマスだねっていう。楽屋から非常に優しい雰囲気で最高ですね。まあもう午後なので、お昼食べましょうってね。いただきますよ。捕食いたします。やっぱ食べるのは大事ですよ。もちろんダイエットで控えてたりするんですけど、昼はがっつり食べます。夜は、鶏のささみとかね、プロテインだけにしたりする日は多いんですけど。で、ちょっと時間過ごしたら、もうすぐリハーサルかな。まあちょっと体も動かしておきます。
まあどういうウォーミングアップするのかっていうのもうちょっと本番直前の時間になったらそれも話すんですけど、まあこれはウォーミングアップというより、あのこのゴムが置いてあったんでリハ前にちょっとほぐしとくかぐらいのイメージですね。ハッチってやったことあったっけ？ないですね。初めて。ステージ行き方してる？わからない。ギターのカッキーさんがステージへの行き方がわからない僕を案内してくれます。優しい。さあステージですよ。これがね気持ちいいんですわ。見てこの景色。ドラマーだけの景色ですよこれは。ねえ、まあこれはね大きい小さいに関わらずやっぱ素敵な景色ですよね。ええ、これを見るために頑張っていますよ日々。さあ、音出し。まあ、後でちょこっと本番のドラミングの様子もちょこっとだけね、お見せします。まあ、万が一、瀬取りバレ回避したい方は、ちょっと飛ばした方がいいかもしれませんね、後で。寂しいもんですよ。この日で終わっちゃうんだからさ。僕初めてのツアーだったんでね。はい、リハ終わって、はい、会場のスタッフ様がですねこうして帰って歓迎してくださるとありがたいことです。うわー、ほうほう、なんじゃこれ、なんじゃこれ言うてますけど、たこ焼きとこれ有名な肉まんですね。たまりません。もうねリハをねやっぱやっただけですげえまた腹減るんですよ。さっき弁当食べたじゃないですか。たこ焼きやんけこれね。え、弁当食べてリハしたらもう多分弁当分のエネルギーは使ったんで、お腹空いててもたこ焼きもごちそうさまと。さあもう会場の時間、うーん、こうして楽屋からあなたたちを見ていますよ。さあユートライダーにね、はい、着替えました。ねえ見てこのさ、イヤモニってね中につけてるんだけど、これ2桁万円します。イヤホンでだよ。もう完全にあのライブで聞く用のイヤホンで、あえて低音がカットされていたりします。さあもうほぼライブ直前ですね。あのウォーミングアップ言いましたけども、僕実はねあの楽屋にパッド持ち込んでポコポコやったりとか全くしないんですよね。これ昔からそうなんで、むしろちょっとしなきゃダメかな、なのかなぐらいに思ってるんですけど、あのなんか望みすぎると逆にこわばっちゃうんで、僕上がり症でね、もうストレッチぐらいにしといて、あのあとは本番に臨むっていうぐらいが僕的にはちょうどいいです。まあ人それぞれですかねこれは。さあもう本当に多分開演10分前ぐらい、カメラで撮る僕を撮るカメラマンさん、はい、もうステージ脇に向かうところです。ああ、もうこれもうマジ超直、あ、死んじゃう。もう僕この時吐きそうになってます、マジ緊張で。ああ、 SE 入ります。うん、お願いします。ああ、行くよ、怖い。でもはい、もう本番で、この日はねドラムソロがあったんですね。まあちょっと全部はお見せしないけど一部はどんな感じだったかなって。拍手嬉しいですね。あのね、この拍手をもらう瞬間のために生きてるなってすげえ思いますよ。もうこれはねアンコール、テンション上がって顔にタオル巻いちゃいましたわ。当然前見ませんけど、終わっちゃうんだよこれで。最後のかき回し寂しいよ。あんなに吐きそうなほどもう緊張して嫌だったのに。そいや、ドーン、パンパンパンと
あー気持ちいいね。早く次やりたいね。早く会いたいね。またそしてこの日はね、真央さんの誕生日でした。サプライズでステージ上がったらすぐハッピーバースデーでした。幸せですね。またすぐやりましょうツアー。こんな感じでした。いかがでしたか。またあげますわこういう動画。ぜひあの感想教えてくださいな。こういうとこもっと見たいとか、こういうとこ良かったとか。頑張るぜ。また皆さんにお会いできるように。というわけで、ビッグママドラマーのビスタンでした。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。